皆さん、こんにちは。東京国際アクチュアリーアカデミーです。本日は9月の8日の日曜日です。本日の動画は、学長にデータサイエンティストとアクチュアリーの比較についてお話をしていただきます。それでは学長、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。東京国際アクチュアリーアカデミーの学長の吉田です。皆さんお元気でしょうか。ようやく9月の、上旬が過ぎて、ちょっと涼しさを感じるようなところになってきましたですね。私自身はアクチュアリーとして、まあ、長いキャリアを積んできましたが、最近、日本国内におけるアクチュアリ試験の受験者数が減少しているという話を耳にすることが増えています。この傾向は日本に限らず、海外のアクチュアリ界でも似た状況が見られるというように聞いています。その原因の一つとして考えられるのが、近年、急速に需要が高まっているデータサイエンティスト、あるいはデータアナリストと呼ばれる職業の台頭です。これらの職業は特に IT 業界で注目を集めておりまして、ビッグデータの解析や機械学習などの技術を駆使して企業が抱える課題を解決する役割を果たしています。アクチュアリという職業は非常に厳しい資格試験を通過しなければならないという点で挑戦的な職業です。アクチュアリの試験は単に数学の知識だけでなく、経済学や統計学、金融理論など幅広い分野の知識を必要とします。アクチュアリは生命保険や損害保険、年金金融機関、さらに大手の監査法人ビッグフォーといった大規模な組織で働くことができて、その専門性は極めて高く評価されています。また、アクチュアリという職業は年齢を重ねてもその価値が損なわれることがありません。例えば、アクチュアリとして成功を収めた方の中には、保険会社の経営層に上り詰め、まあ、社長などになる人も出てますし、日生のトップも社長ではアクチュアリですね。年収5000万以上を稼ぐようなケースも珍しくあります。これは単なる給与の高さだけではなく、社会に対する影響力や責任の大きさを反映した結果です。若い世代の皆さんにぜひ理解していただきたいのは、アクチュアリという職業が持つ長期的なキャリアパスの素晴らしさです。データサイエンティストやデータアナリストといった新しい職業が注目されている現在においても、アクチュアリは歴史あるプロフェッショナルな職業です。続きまして、海外の情報を取ってみたいと思います。世界最大のアクチュアリ団体であるアメリカのササイエティ・オブ・アクチュアリの状況などをちょっと調べてみましたところ、アメリカにおけるアクチュアリの試験受験者数の減少というのが見られます。アメリカでは初級試験、エグザム P や FM の受験者数が着実に減少しているということのようです。それはある意味で日本の数学を受ける人が減ってきているということと、まあ、つながっているかもしれません。その主な理由ですけれども、まあ、海外の情報によりますと、やはり多くの学生がデータサイエンスに惹かれている。比較的高い初任給や試験の少なさとか、幅広い就職の機会に魅力を感じているということがあるようです。まあ、
しかしながらですね、アクチャリは独自のスキルセット、保険や、レギュレーション、規制ですね、これと、金融数学に関する深い知識を持ち、これがアクチャリを職業として際立たせているわけでございます。データサイエンティストとの違いということを考えた場合、データサイエンティストは、プログラミングやデータ処理に長けているということですが、アクチャリは、定量分析とビジネス判断を組み合わせる能力が非常に重要です。そういったことを総合的に勘案すると、やはりアクチャリという職業は、引き続き、今後もですね、長い期間にわたって、他の職業とも十分に競って、将来性のある職業ということが言えると思います。で、さらなる、情報源ですけども、後ほどリンクを皆様にシェアいたしますが、資料として参考になると思われますのは、オリバー・ワイマンさんの記事、アクチャリとデータサイエンスというアーティクルがあります。もう一つは、マッキンゼーの Q&A、フレッグ・ハイドリッチさんとの対談というようなリンクがありますので、それをぜひ後で参照ください。以上が今日の私のコメントとなります。はい、学長、詳しくご説明いただきありがとうございました。はい、それでは本日の動画は以上となります。皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。